リベンゲルイとは総使用植物を二つに分けた分類群の一つで、主に花びらが合着していないもののグループである。花弁がないものや花皮がないものも含む。もう一つのグループはゴーベンゲルイである。新エングラー体系にて、個性花皮植物アズナとして分類単位で扱う。一般的にリベンハナはゴーベンゲより進化の遅れた形態とされ、 リベンゲルはゴーベンゲル以外の様々な系統をまとめた人為的な分類群と考えられてきた。なおホガーは古い分類区分でより新しい分類では採用されていないものの直感的にわかりやすいために植物図鑑や学校教育などで現在でも使用されている。リベンゲルの定義も確定したものではなかった。例えばウリカは古くはリベンゲルとされたが、 シン・新エングラー体系では、ゴーベンゲ類にされており、その後の分類体系ではまたリベンゲ類に属すグループに禁煙とされたりしている。また、ツバキ科には、花弁が基部で合成するものがあり、ツツジ科には、花弁がリナマするものがあるが、これらは、それぞれがリベンゲ類、ゴーベンゲ類に禁煙とされていたため、それに従って分類されている。1 9八十年代以降の植物分類では、 リベンゲ類を分類群として採用していない。さらに、現在最新のエペジー植物分類体系では、リベンゲ類は、皮脂植物のうち、単子用植物以外の複数の系統群に分けられている。ありがとうございます。